多いよね。ごめんなさい、陰口叩かれてる。真っ向から新蘭新しい社長さんの顔を拝んでみたいぜ。なんか整ってたんじゃないの。ああ、どうした二階堂、唐揚げみたい。向こうにいるのは新蘭の部屋だな。女の子はもういいんでしたっけ。ちょ、何の記憶もないな。2、3日ぶりぐらいだから。女の子ドン、こんにちは。おかゆ作ってあげましょうか。ポカリ買ってきたぞ。誰もいねえ。また無人の少女の家に立ち入ってしまった。これは原点だな。ちょ、頭痛えわ。よーし、イルカさんに乗って行くんだった気がする。急に降ってきた今。イルカちゃーん。あの少女の同意を得てからでないとイルカにも乗れない。あ、いたいたいた。なんだよ、なんで保護色に住んで。お兄ちゃんちょっと見ていて。ピッ。なんだ、シングルナイクドスイミング。全部音違った今。シンクロナイズド。シンクロナイスですが、クロミング。なんだと思う、どんだこすん、お前。見せてもらったぜ、イルカのジャンプすごいもんじゃねえか。このホイッスルを吹くとイルカさんがジャンプしてくれるの。はい、ホイッスルお兄ちゃんにプレゼント。お、すいませんね。プレゼントってどうしろって言うんだ。うわー、またミニゲーム。海に入ってホイッスルを吹くとイルカさんが柱の上までジャンプさせてくれるわ。海に入ってホイッスルを吹く。ここまで海じゃなくない。ピーピー、柱の上までジャンプだと。柱の上の方に棒が突き出ているの。位置を合わせてジャンプすれば棒に乗って上の町まで登れるはずよ。終わった。いやー、もう悟ったよ。 FF7 のミニゲーム一個も肌に合わないんだけど。でもカービィのさ、ミニゲームくらいさ、ちょっと難易度下げてくんね。もう意欲さえ失ってる今。クラウド頑張れよ。お前がうまくやったら俺たちも行くからよ。旅はここで終わりだ。おっと、それに PHS を預かっておいたぜ。濡れたら壊れちまうからな。いや、いいんだ、説明はいいんだよ。説明どこじゃん、実地がダメなんだよ、うちは。お、泳いでる。ピーせーの、はー。分かってた。そんなん分かってて、自分にはできないことなんて分かってたんだ。ディアだから言いますけど、上の柱とは言うものの、どの柱なんですかって。これ影も入ってるし見えないんだよ、 OBS の画面でやってるから。柱とその一本柱か。イルカ側の配慮が足りてねえだろ、どう考えたって。いやーってこれ何階から飛び降りてんだ毎回。クラウドは水に打ち付けられすぎだろ。頭打ち付けて死ぬって、こんなんずっとやってたら。ここだろ、ここ。わあ、危ねえ危ねえ。一回この電撃の上で、あー、クラウドー。死んでしもたか。柱には高圧電流が流れているの、近寄っちゃダメよ。すいません、もう一回やります。ごめんなさい、覚悟足りなかった。またしてもクラウド、覚悟は足りなかった。柱ってどれだよ、この手前のやつでしょ多分。この鋼色に光ってるここ。危ない、イルカ側が電力の近くに私を追いやろうとしてくる。ここだろ。おい、とにかく来い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 。んー、よいしょー。柱って絶対これだろ。これ今カーソルがかかってるこの柱のとこに乗ればいいんでしょ。イルカさん、ここら辺じゃないですかね。あなたのこれジャンプ地点がよく見えないんだけど。じゃ、素直に一回柱の真下ら辺で、この影に沿ってやれるのか。この影のところが絶対的な柱の位置か。体バッシャバッシャにされてんだけど、クラウドがずっと。いや、ここら辺だわ。じゃあ1マスずつもうずらすしかねえな、これ。あ、来たんじゃないのこれ。もう手伸ばせよちゃんと。イルカもなんで臆しないんだよ、こんな。一歩間違えたらお前が走られたらぶつかんだぞ、これ。高圧電流って左でこれしょ、ここに行っちゃいけないでしょ。で、一回ここで上げてみてよ。わかんねえ。また X 軸と Y 軸の問題になってくるぞ、こんなことしやがったら、てめえ。柱が。いや、普通、いや、登るところはあってたんだな、やっぱり。お前、クラウドもう切り替えできてんのすげえな。私、あと1日、2、3日ほど、イルカについての苦言を呈させていただく。もうちょいぶつくさ言わせてもらう。これ、街か、ほんとに。旅立ったぞーい。誰が乗ってんの？俺、やっぱ、新蘭のあいつ？新社長？あいつ、カレー作んのかな、あいつも。マスカーソル君、どこだ、クラウドは。これか。久しぶりに、近距離クラウド。どこだ？どこにいる？
ちっちゃすぎるし、なんでここでマウスカーソル出せねえんで、おかしいだろ。あ、なんか落ちてる。おい、やっぱ巻き尺形式のガムがまたここでも人としているとは。ビヨン。何ですかー、一体何が起きているんですか。先ほどからずっとあんな綺麗な港町だったのに急にこの鉄骨の上に乗せられて。おっと、ここか。え、あ、やばい、危ない、急げ急げ。おー、こんにちはこんにちは、新入社員。こら、まだそんな学校してるのか。こっち来い。また衣装、また化粧、化粧か。いいね。でも死んだへって女物もクソもなさそうだよな、こんなお色直ししたって。今日は新社長ルーファース様をお迎えする大切な日だったのに。おら、着替えろ。はっ、死んだ服の制服だ。懐かしいな。無駄口叩くの早せ。いや、あんなダサい青い服着てた。死んだの制服か。初めて袖を通した時は誇らしく思ったっけ。なんだなんだ、ジャンピングしている。いつからだったか、こいつを着るのがたまらなく嫌になったな。急にモノローグ的なのが始まった。おお、銃を持つんか。ほう、似合っとるじゃないか。お前、お迎えの仕方覚えてるだろうな。え、なんかこの銃をこう交差させるみたいな感じですか。高いところでお互い向かい合って。教えちゃる。自分と同じやるんだぞ。ちょっとミニゲーム、またミニゲーム、こう立て続けに。社隊長、自分らが手伝うであります。見本であります。歌うであります。歌を見せてやる。いい、まずは甲子園歓迎パレードであります。では自分の歌声に合わせるであります。歌声、静粛に。ああ、これこれ、三杯、これこれ、あ、違った。え、ルーファス、ルーファス、死んだ。目を開く。隣の兵士と落ち合わせて、おこそかに勇ましく歩くであります。またしても始まっちまったが、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、お、お、お、進路カンパニー、ニューエイジ、時代を築くルーファース新社長。みんなの補聴があったら10をかけるであります。お、お、進路、10をかけるときは A で、進路カンパニー、オスであります。ニューエイジ、時代を作る、これからも進路が一番。モームスとかであるラップみたいになった。とにかく声張っとけ。えい、練習しとくであります。おそこそかでいざましく歩くでございますわよ。どうやって、ちょ、お前と、ちょ、歩き判定入るとこ少なすぎる。ここ ?1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。こんな茶番付き合ってらんねえ。出口に行かさせてくれ。もうダメだ。ティファと一緒にここに殴り込みかけた方が早いわ。完璧です。よろしい、本番でも頑張るんだぞ。おい、わしは楽器隊にしてくれ。ダメだ、実動部隊は肌に合ってない。さあ本番だ、失礼のないようにな。これ終わったで、一回セーブさせてくんないっすか。確定で失敗します。自分みたいなやつなんかいるな。なんかあの隙間に入ったやつ、エアリスちゃん、あれ距離ーす。また蜂の巣みたいに押し込められてんだこりゃ。よし、1212、歓迎パレード完成します。おうよー、軍事国家すぎねえか、そういうことで。あー、やばいやばい、マジで厳粛すぎ。で、せめて大統領の後ろに、大統領じゃない、せめて一番後ろの列にしてくれるさえすれば絶対に目立たないから。多分記者とかも来てねえだろ。あー、あー、強制これ。こんにちは、うちらの舞台ですか、これが。まったく、三下連中はこんなな、団体行動することによって確かめ合っているらしいがと、らしい。え、レノさんもこれやったのかな。でもレノさんって新ナカンパニーのなんか、なんだっけ、ターコイズみたいなやつだから、心は通ってないのかな。これ警察学校的立ち位置なのかと思ってたけど、この新羅カンパニーの兵って、てか兵持ってんの会社が。たった今思ったけど、お、手法飛び出とるかな、これ。これで何壊すの。クラウド、どこだ。いかん、誰もおらん。おるで、遅刻した、ここにおるで。まだ押すから、隊長、近道するであります。うめ、それはいい作戦だ。おっちゃ、来い。え、なんかいいね。なんかこういう、なんつうの、劣等生しか集まってないタイとかって逆に盛り上がるよ。バイトとかもそうじゃん。なんかみんな仕事優秀なやつよりさ、ちょっとずつ抜けてるやつ 4,5 人集まってる時が一番楽しいから。なんだかんだ。あー、ミスったーとか言って。腹が見そう。
エホエホエホくらーこれじゃ怒らせんなすいませんだいたい客が急にカツ入れてくんだよな身内がカツ入れないからまずは新入弁がいくであります新入りさんはよく見て自分の真似をすればいいでありますよ後ろからささっとパレードの空いてる場所に忍び込むでありますテレビ中継視聴率わあいつずれてんぞ1マスくらい次うちの番ですかいいかこのパレードは全世界の死んだ TV に生中継されておる不格好な話をさらせばジュノン軍団全体の恥となるそこんとこ肝に銘じて行動せ軍団行っちゃいましたけどんだば自分が合図したら列に忍び込めさりげなく後ろから列を乱すな前から行こうとしてもダメだとよし駆け足準備1、2クラウドこんな新人まがいのことをさせられているとはさぞ私が一番だ突撃あ前出なかった前中行っちゃうもんねこりゃ楽勝っすなすいませんでテレビ視聴率 16% ってめっちゃ高くねなんか半沢直樹とかの最終回とかでも25くらいじゃないの突撃まだまだまだ今だあ視聴率がいやクラこんなさバズるだろツイッターで対なんとか対のやつ一人だけめちゃくちゃ後ろから来ているんですがおい詰まってる詰まってるってこれ楽しようとすな不敵ですいません突撃うち警察学校でも成績一番下だって今1、2、1、1、1、1、1、2、1、2、1、3、1、3、はい、5、はーい、できたー、なんだと、どのさあ、数字上がったのか、ズタボロです、僕、クビですかね、なぬー、お前、クビ、あの兵士には爆弾でも送っとけ、手榴弾を手に入れた、直送できた、よかったのっていうか、今ので、いや、今の視聴率上がったので、逆に。一人だけ兵士できてないんだがみたいな警察犬がさなんか警察官にめちゃくちゃ懐いてるみたい なそういうほっこりニュースとしてこれは全国展開だな俺静かに並んどれ銃カチャカチャ引っ張りだよこらぐるやんこらすいません銃回したよ私もこんにちはあーこれ新社長ご苦労いやこれバーンっていかれるんじゃないの大丈夫かこんなぬるいことしてて飛行艇はどうしたんだ飛び立ってた大陸間移動可能な飛行艇はまだ準備中なんですよもう3日待っていただければガッ昔の旅行だね、まあ、到着するまでなんか1ヶ月かかるみたいなスペインから右の方へみたいな空軍のゲルニカもかガッやばいやばい晒し上げられるんじゃないその悪い方やめろもう親父の時のようにはいかないからなあーこれ部下がついてこないタイプだこらすいませんガッ何やってんのこれえ、とか社長自らこんなさ、新入兵士の面倒見てくれるってわけ。船の準備はいいのか。おい、暇なんだけど、動いちゃえこらおい、やだやだやだもう暴れた暴れた暴れたクラウドはじっとしてらんないよこんな社長のような若造の話なんてずっと聞いてあげてくれると思うなよ、クラウドがもうね、天下一の暴れ犬と言われているのだ、クラウドは。いてなんだすいませんあーこらごめんなさいいてーいてーいてーこら痛いこらさ大地が揺らいだぞクラウドの怒りで。わーやってらんねえあれ乗り込もうぜみんなでよ反旗翻しちまうぜこれ部下殴っていい上司なんているわけねえんだからよ。災難だったな。ハイテッカーはイライラしてるからな。すまん、私もイライラしていた。先にイライラしたのは私なんだすまない。黒マントの男が街をうろつろいてるのに発見できないんだ。セフロスさんトゥルールン、クルマントの男。2、3日前に現れたんだ。そいつに兵士たちが何人か殺されてな。いや、けじめつかせやった。あの英雄セフィロスだって噂だぜ。これ、速やかに解散せい。はっ。じゃあみんなで社食行くか。もう飯のことしか考えらんねん。意外と美味しくないですか。おいお前、軍隊を舐めとるんか。興味ないね。いつだって単独行動の鬼だったクラウドは。最近こそ女をはべらしているものの。タルンドル、お前は休み時間なーし、こっちゃこーい。石棺来たぜー。クラウドの石棺タイム来た。これを待ってたんだよ。軍隊は舐めちょるな。本日次の指令は港でルーファスを飲み送りだ。時間までみっちり指導してる。助けてください。手伝わりやります。大人は同じくでやります。よーし、自分の号令に合わせてお見送りの決めポーズをするのだ。
本日の号令は方面正面になっちゃる。よく覚えとけ。それで行くぞ。呪文軍隊式お見送り始め。ライトレフトターン XYAB ライトレフト XYB BA XY 右左 BAXY BBBA XY XXY 左レフトターン右 OK 右ライトターン。よっしゃ、ここで華麗な決めポーズだ。クラウド、よしお前もやってみそう。何の話？ A おーす、次は Y だ。わーい、次はレフトターンだ。決めておけ。先に全てを先読んでいけクラウド。こんなんつまらんことさせんなクラウドに。ファーストだぞクラウドは。まあしかし完璧であります。よーし、本番でも頑張んだぞ。はい、じゃあ本日のスペシャルポーズは動脈ピース。うん、決めてない。よし、いいね。お前が得意な金ポーズ決めてみろ。そうだな、俺の得意なのはドゥルルドゥル。おー、かっこいいであります。伊達に何回もやっていない。伊達に検証にはなっていないぞこのポーズのせいで。よし、本日のスペシャルはこれに決まり。よーく練習しておけ。はっ、では港に集合。送るな。すわ、解散。よし、じゃあ物色しに行くか。長官室あるだろう。いや、こういう時したたかに行かないとな。宝箱とかあるだろう。こっち行っちゃおうぜ。おーっと、なんだこれは。最深部に行っちゃおう。クラウドさーん、港に行かないといけないんですよあなたは。本当にどっか行けるとは思ってなかった。あ、なんかとんでもないとこ来ちゃった。進むしかねえ。来ちまったもん、おしゃれだろ。やるしかねえんだ、うちのは。こんにちは、帰ってきたでー。よう、みんな見てくれ。ん？ゆっくり休んでおけよ。おう。送還された。見せたかったな、ティファちゃんとかに。これ、ういういしいクラウドをさ。やっぱそういうのって大事だな。なんか中学生のなんか制服着てるときみたいな感じで。まあ、コスプレかな。今のクラウド、これコスプレに該当すんのかな、新参兵士の。あ、セーブだ。ここはちゃんとセーブしよう。セーブ判定ちっちゃ。とー、やばいやばい、上司の人来たよ、丸刈り坊主上司。あいつの後を、あいつは危険だ。入って入って。なんだー、色待ちか。え、今日は勝負上がったように待ってたとこ。おっと、いいもん。お、来た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 。蘇生、これマジ買わないとやばいって。何売る何売る。まず手榴弾は1個いらないな。お、エーテルめっちゃ高えじゃん。1個、え、1個750円もすんのこれ。え、マジ。あ、こうやって蘇生買えるわ。よっしゃー、見破る、封じる、回復治療。よしよしよし、これマテリア装備しとくか。あ、すいません、油売ってて。長官、今行きまーす。おー、こっちの店なんだ？あ、兵隊さんいらっしゃい。あ、いいもん乗ってないかな。あー、まあ、いつもの通りか。いつものラインナップか。変わらず。あ、ワンちゃんいる。てててて。あー、吸い込まれる。隣の店に行きたい。あー、吸い込まれる。隣の店に行きたいのに。あー、吸い込まれる。なんでだよ。ちょ、操作、あー、ここの店やべ。あー、吸引力が段違いだ。あー、あれだ、危ねえ。あ、こんにちは。何ですか？どっかに入れといた制服見当たらし、どこに忘れてきたのかな。あーっと、すまん、成り代わってしまったので。これがキングダムだ。お前も物知り自慢か。よし、入ってよし。何が？何が始まるんだ、これ。あ、ん？なんか、よくないところだな。賭博っすか？え？ここ選ばれた者のみが入ることによって、上級者の館。どうぞ、ここでモテる知識を披露するがいい。クイズノック始まった！やばいやばいやばい！友達ガチ恋なんです。リミット技について演説一つあまりないがな。リミットの育て方。リミット技を育てる基本二つ。まず一つはひたすらにリミット技を使うことだ。もう一つはより多くの敵にとどめを刺す。簡単そうだが意外と難しい。もや常識だが、新たなレベルのリミット技を覚えたらメニューでリミットレベルをセットし直さなければいけない。そうなの。まさか忘れてないだろうな。各レベルの上級技はそのレベルの基本技を使っていないと編み出すことはできないからな。リミット技の成長種類には個人数があるから俺にやることはこれくらいだ。あまりないがな。リミットの究極技。昔の話だが噂を聞いたことある。リミット技には究極の技が存在するという。だがこれは普通の方法では使えるようにはならない。俺の知ってるのはそこまでだ。こんなところだ。わかったか？よっ！おのしりさん、あんたのストレス解消にマテリアの話を聞いてあげるよ。
これなんでクラウドが公爵垂れるなんか前提じゃないとさ、そういう体じゃないと教えてくれないんだよ。こういうプロローグ的な問題は。マテリアの成長。担当職人に要点から聞いたぞ。マテリアの成長には魔法のように使える技が増えていくタイプ。召喚のように1回のアバトルで使える回数が増えていくもの。またその効果が変わっていくものなどし、いろいろ種類がある。中には効果が変わらないものもあるが、そういうマテリアも分裂させるためには成長させなければならない。で、以上だな。なんでマテリアの成長って。え？やった、成長ってなんすか？クラウドさん、一気にいくぞ！独立マテリア。つけていればアビリティが機能するマテリア。支援マテリア。コマンドや魔法。召喚マテリアと組にしてマテリア。連結ならレッドシャン何の意味もない。コマンドマテリア。新しいコマンドが使えるいろんなものがあって楽しめるマテリアだ。中には戦うが変化するものもある。これはおなじみだな。魔法が使えるようになる。レベルアップで新しい魔法をどんどん覚えていく。召喚獣が使える。レベルアップで一回のバトルで使用できるがよくやべべ。え、俺もお気に入りのマテリアだ。ちょ、悪いね、チョコバンドモグリさっき拝借してしまって。取り上げてごめんね。好きだったんかよ。俺もこれが得意だな。俺はよく性格が分裂していると言われる。自分ではそのつもりはないが、あれは今もそうかもしれないな。ネットで生きんなよお前。話を元に戻そう。クックックックじゃねえんだよてめえ。マテリアは最高レベルに達すると分裂する。この配信荒らしちゃうよじゃねえんだよ。荒らせんのかよ。私も分裂している。もちろん分裂して生まれたマテリアも最高レベルに達するとまた分裂する。こうしてマテリアを増やしていくんだな。なんでマテリアのさ種の保存についてこれ問うているわけ。マテリアって生きているわけじゃないのに、なんで分裂するんすかマジで。三日月もなんだが、俺もすっかり分裂気分だよ。あとは秘密だ。もうやめよう。もう港行こうよみんなで。なんでこんなところで私は一体何をしていたんだ。あんな大声で文章を読み上げていたが、一体これに何の意味があるっていうんだ。そしてお前の家はどうなってる。なぜ地下であんなに男どもが集っているんだ。そして知識を披露し合っているんだ。これ検閲だな。こんにちは。あ、猫ちゃん。あ、でもちっちゃい男いる。35分の1死んだよっていうやつ。扱い方むずいよ。ラックアップを手に入れた。なんか上に猫ちゃんいるよ。何をいじめているんだ一体。ダメだぞ猫とは言えど、弱肉強食の世とはいえ、小さきものにはある程度の慈悲をかけねばならぬ。それが大江戸侍だ。大江戸侍猫物語が始まってる。ここって言ったら帰られんのかな。パワーアップ。え、なんかボロクソ落ちてんだけど。自分はパラドはできませんよ。ソルジャークラスとファーストへの道は厳しいものですからね。あれみんなファーストなん。え、クライドやばい、生きちゃったよさっき。ガードポテに入れた。ワンちゃん。これなんだ、これあれか、宿舎みたいなこと？兵たちの。いくらなんでも集まりすぎだもんな、ここに。隠れ家的なやつか。悪いね、暴いちゃって。近所の店開拓するの好きなんだ。隠れ家的スポット。ワンちゃん。行くよーん。あ、これですか。どうせだったら船乗りてえな。ウガサの見送りなら溝に集合だよ。急いでもいいんじゃない。こいつ警備兵か。警備ザルだからな、FF7 って味方も敵も。一体くらいか。これ水路？なんもね。ワンちゃんだ。違ったです。今定期点線検証のエレベーターを動かせないよ。ちなみにこの下には潜水艦ドックと海底マーコールがあるんだけどね。また海潜んのかよ。RPG ってやることなかったら砂漠と海に逃げがちだよね。あと森とかさ、火山とか。まあ、そんくらいしかないよな。やっぱ気候を敵につけていかないとって。じゃないと乗り越える壁が薄すぎて、低すぎてって。ありがとうね、いちいち。気のいい奴らばっかじゃねえかよ、しんない。ちょっと見損な、見上げてるわ。君たちを見上げています。評価ダダ上がりです。3人ベッドだ。またしてもワンパーティー分はある。宿舎。また来てよね。勤務中にお昼寝って煽り文句結構いいな。また壁の話？あちいな。部屋あちいよ。おっと、なんだ、またいかがわしい店が。どうぞお入りください。いらっしゃいませ。絶対ガルバだ、絶対ガルバだ。やばい、クラウド、クラウド、クラウド。お前、硬派な男でやっていた。ジュノンにはお店が多いんでね。こうでもしないと商売で勝ち残っていけないんですよ。
でも店の売り上げるの女子としてはバイト代の方が高いっていうのが悩みの種なんだな。じゃあ一杯いっちゃいますか。すいません、262円しかなくて。ごめんね、弟たちの学費払うために、かつ歯科助手になるためにガールズバーで働いてるっていうのは分かってるんだけど、今月ちょっとお金が切り詰めてやってしまったせいで全くなくて、うーん、本当に言うと下の店に行きたいんよ。マテリアとかうちな、うえあ、うなんでこんな金ねえんだうちら。